ご覧の皆様、こんにちは。ホステルと申します。ハートレスマンションの続きをプレイしていきますね。俺は必死に探していた。地元の知り合い。違う。どこかで聞いたことのある声。昔の友達、心当たりはないが。そう、最初から知っていた気がする。親戚？いや、そんな近くなら。あの声、あの感じ。俺は何か知っている。管理人か。あの薄暗いマンションを管理する仕事。俺の案内人という仕事と同じように、彼も現実では普通に暮らし、普通に生きているのだろうか。俺は彼を知っている気がする。今になってではなく、初めて会ったあの日からの感覚。しかしそれが誰なのかは、思い浮かぶことはない。声ははっきりと記憶し、雰囲気も知り合いのような気がする。けれども彼の顔が思い浮かぶことはない。マンションの中では暗くて見えない管理人の顔。暗くて見えないんじゃなくて、ローブで顔が隠れてるんじゃないの。なんだか気味が悪かった。もう少しのところで手が届くのに、どうあがいても手が届くことはない感覚。もうこれあのローブ、顔隠してる分めくっちゃえばいいんじゃねえの。あと二日か。今日、そして明日を過ぎれば、俺はあの場所から解放される。果たしてそれは本当のことなのだろうか。そしてそれまでに、俺はこの気持ちの悪い感覚を、あの人物の正体をつかむことができるのであろうか。ま、考えても仕方ないか。この言葉はもしかすると、逃避だったのかもしれない。じゃあこの手前に写ってるやつが管理人ってことかな。俺は幸せそうな家族の写真を見つめ、机の上に放置されていた赤いヘッドホンのコードをまとめた。おやすみ。そして今日もあの場所へ向かうのだった。チャプター6、明日の天気。もしかして迷い人はお天気お姉さんとかなのかな。ここに来るのも今日を含めてあと2回。2回で解放される。え？何何何？急にあたりが真っ暗となる。視界には一筋の光も見えず、ただただ闇が広がるばかり。ろうそくの明かりも消えちゃったの。これは一体。手探りでエレベーターの前へ向かう。もしかしたら停電なんてことかもしれないし。いや、そしたらエレベーターも動いてないでしょ。あ。何か冷たい鉄のようなものに触れるのを感じた。おそらくそれはあのエレベーターの扉である鉄格子のようだ。暗いの怖い。え、何これ足音聞こえるんだけど。近づいてくる。何かが俺の元へ近づいてくる。何かが俺のそばに。あいつじゃねえの、白い服の女。エレベーターに。え、扉開くのかよ。一刻も早くこの場を離れたい。そんな気持ちを受け取ったのか、エレベーターは口を開ける。あ、あ、誰？子供の声のようなものが聞こえる。視界に再び光が戻る。あたりを見回すと、そこはエレベーターの中だった。明かりがさ、照明がろうそくなのに、ついたり消えたりするっておかしくねえか。すでにエレベーターは扉を閉め、上昇を始めている。何もいない。エレベーターの中には自分しかいない。さっき確実に近くで声がしたというのに。エレベーターはいつの場所でその口を開く。先ほどのことなど微塵も知らず、ただ俺に降りろという。こんばんは。管理人！何かあったのですか？少し険しい表情をされていますが。いや。この場所のことだ。そう、驚くことじゃないのかもしれない。そうですか。女の子を見るんだ。女の子ですか？たまに変な女の子を見かけるんだ。他の階層だったり、エレベーター越しだったりだけど。エレベーター越しですか？それはどっち側で？どっちもだ。俺がエレベーターの中の時も、相手がエレベーターの中にいたこともある。ありえないことですに。ありえない。魂はあのエレベーターの中には乗ることができません。というより、決められた部屋からあまり離れられません。
何でも魂の一部が縛られているとかで。ですから階層をまたぐなんてことはありえないんです。じゃあ壊したがりがエレベーターに乗るなんてことも聞いたことはありませんしね。え？彼らは普段別の場所に潜んでいますけれども、毎夜必ず一人はこの階層に訪れる。けれどもその訪れ方はエレベーターによる移動ではなく、何者かに召喚されているようでして。召喚？まあ私もそれについては昔の管理人の手記を見ただけですので。こんな話があります。昔この場所に壊したがりなんて存在しなかったと。あいつらが存在しない。もともとここは危険な場所ではなかった。ただ思いを残した者のための、ただ本当に思いを告げるためだけの場所。あ、じゃあもともとは壊したがりとかいなくても優しい世界だったってことだね。この場所はそんな素敵な場所だったという記録があります。じゃあなんで？それについては壊したがりの機嫌の少女が全ての鍵を握ります。なんだよそれ。最初の壊したがりである少女、その少女はこう呼ばれています。夜と夜、運命とは皮肉なものです。思いを残すことなく幸せになれるはずだった。そんな悲しい話が連鎖してしまうのだから。忘れられたくなくてああなってしまった者がいるというのに、また別の誰かは忘れられるために今も。管理人、今日と明日もうゴールは見えてきています。どうか頑張って生き残ってくださいね。やっぱりあんた俺に何か隠して。うわー、どうやらお仕事の時間のようで。今管理人右じゃなかった、左向いたよね。左の方にいるのかな、今日の迷い人。あ、いた。また女の子じゃね。青年、ほう青年、俺より少し背の高い二十歳くらいの青年が壁にもたれながら闇の方を見つめている。その表情は少し怯え、けれど少し何かを諦めているような表情をしていた。はっ、はっは、ついに因果が回ってきたってことか。なああんた。ん？青年は俺の言葉に反応した。けれどもその顔は少しも遠くの闇の方を見て話さない。何かいるのか。ここからでは見えない闇の中に何かがいる。得体の知れない何かがこっちに向かってきている。え、次の壊したがりは姿が見えないってことなのかな。逃げるぞ、あんたを狙ってる奴がいる。僕を狙ってる、あいつのことか。え、見えたのかこいつには。青年には見えない何かがいる方向に指を差し、目元の笑っていない笑みを浮かべた。トイがここにいるとまずい、一緒についてきて。だが断る。な、僕はいいんだ、運命を受け入れる。あんた何言ってんだ、このままここにいたら死。これはきっと僕の運命なんだ。あの子はるかを裏切った僕の。ち、俺は青年の細い手を無理やり掴み、違う場所に向かって引っ張った。な、何するんだ。あんたに死なれるわけにはいかないんだ、いいからこっちに来い。まためんどくさそうなやつが迷い人だよね、今回。今回もか。とりあえず今は追ってきてないみたいだな。どういうつもりだい君。どういうつもり。それはこっちのセリフだ、僕は夢の中だ。けれどただの夢じゃない。そしていつものセリフだね。ここはハートレスマンション、思いを残した者たちが集う場所。ここで怪我をすれば現実と変わらない痛みがあり、死ねば現実でも死ぬ。だがこの夢は痛みじゃ覚めない。夢から覚めて生き残るためには、あんたをここに呼んだ奴にあんたを会わせなきゃならない。僕をここに呼んだ、僕に思いを残した。そして俺はあんたをその人の元へ届ける案内人で、あんたに死なれると俺もお前も一緒の運命みたいだ。ふっ、そいつは気の毒だな。何？残念ながらお前は生きて帰れないよ。実はこいつが壊したがりだった説。諦めてるのか。たとえ僕が、僕を呼んだ奴に会えたとしても、僕が死んだらお前の仕事は成功なのか。と一人称が僕か俺かはっきりしてくんない。わからないが、俺が帰るのはあんたたちが帰る場所に帰った後だ。
それじゃダメだよ。だって僕をここに呼んだやつは。え？僕を殺すだろうから。え？まあせっかくならさっきのわけのわからないやつよりあいつに殺された方が本望かもだ。なんか恨み買ってんのかこいつ。あんた何言ってんだ殺されるって。会いたい人に殺されるっていうのか。もしかしてこいつが殺したやつが現れるとか。殺人鬼かこいつは。僕はね、大切な人を裏切ってしまったんだ。約束したのに、誓ったのに。だから彼女はきっと僕を恨んでる。恨んで恨んで、その恨みが僕をここに呼んだんだろう。僕の名前は田村陰。音と書いて陰だ。陰。変な名前だろ。言われ慣れてる。そんなんじゃ。せめて僕は彼女に殺されるとしよう。それで少しでも彼女の気が晴れるなら。まあ君には救いがないかもしれないけど、それでも少しでも望みがあるのなら俺は全力を尽くす。望みか。はい、ということで、めんどくさいやつが今回の迷い人だね。ではまず例によってお決まりのこいつね、誰だっけ、名前忘れたけど、ラトニーね。お前誰かの兄だな。なんでわかった。なんとなくだ。それにしても兄弟とは不思議なものだとは思わないか。例えば見た目は違うのに中身は似ている。逆に見た目は同じなのに中身が違う。好物が同じかと思えば嫌いなものは正反対のようなものだったりする。一体なぜそんな現象が起こるのだろうか。考えてみたことはあるか。いや、オカルト的なことを言うならば、血は魂の一部ではないのだろうかと考えてみた。血により何らかのつながりができ、魂と魂が少しだけリンクする。リンクすれば同じような部分もうなずける。当然こんなオカルトは大発見だ。これこそが真理だなんていうのは愚の骨頂だ。だが魂というのはどういうわけか形があって、どういうわけか意味を強く持つのだろう。兄弟というものはもしかしたら他よりも魂の形が似たりしやすいのかもだ。それじゃあ似ていない兄弟はどうなるんだ。さっきも言ったろう、この論はオカルトだと。オカルトといえば君を待っている者がいるかもしれない。しっかりと心を決めて東の方へ行くといい。はい、東へ。いただきました。ここも東の一角だよね。どこ行けばいいんだろうね。ここかな。ここは違う。赤い本か宝箱があるところに出てくるから、ここじゃないね。あ、ここじゃねえか。あ、違うわ。あの熊の本だわ、あれは。あ、ここだわ。すいませんでした。なんでいきなり後ろに。はじめん。ひっ。そして日記が荒々しい字で書かれている。読みますか。はい。終わりだ。もう何もかも終わりだ。記録はこれで最後となる。本当ならもう少しで。もう少しで来た。ページはここで途切れている。こいつも同じ日まで生き残ってたやつってことなのかな。で、次に行くのは占いババのとこだね。占いババここだったよね、確か。で、今宵この場所に訪れた悪意テクテクさんだって。怖いんだけど。人間の知る妖怪にテケテケというものがいるが、奴はそれにかなり近い容姿をしているぞ。奴は直進することに関してはどうやらとても得意なようじゃ。ということは軸をずらして移動しろってことかな。逆に細かく動くことはあまり得意ではないようだ。また奴も呪いをこの場所に持ち込んでおる。その呪いは過去にあった光を奪うものと手痛いものを複合した呪いのようじゃ。ほう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 。前までの日であった罠だね。光を奪う罠。これって前日かどっか近かったよね。一瞬暗くなるやつだよね、おそらく。手痛いものを複合した呪いだって。大きな弱点は存在しないようじゃが、強いて言うなら目が赤いことじゃ。どう弱点かは追いかけられてみればわかるかもしれないな。全然繋がりないんだけど。目が赤いと弱点って意味はわかんない。目薬でもあんのかな。で、どこ行けばいいんだろう。あ、そっか、管理人がヒントくれるよね。
管理人に一回話しかけてみて、どこの部屋に行けばいいのかヒントをもらおう。たまにいなかったりするからね、部屋の中に。昨日まで閉まっていた W2-4 と2-5の鍵が開いていましたよ。一体いつ誰が開けたのやら。 E のエリアの薬だらけの部屋、何かこぼれてる薬がありました。ほう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 、 E のエリアの薬だらけの部屋、そこまず行ってみよっか。 W は後回しにして、 E、 薬だらけの部屋ってどこだよ。どこだっけ、あったっけそんなところ。ここさっき入ってきたよね、あの赤い女に会うときに。あ、宝箱の泥棒、こいつにも話しかけとかないといけないね。この箱を開けるのか。お、案内人の連れか。何か悩んでいるのか。悩み、そんなんじゃね、俺に悩みなんてない。羨ましいやつ。この宝箱が開かないこと、いや、この宝箱の中身が思い出せないことか。中身が思い出せない、これはあんたのものなのか。ああ、確か大事なものをしまっていたはずなんだ。大事なものをしまう、しま、え、これ G 編じゃね。そうか、思い出せないなら忘れてしまうのもいいかもだ。忘れる、ああ、忘れるんだ。忘れられるわけなら思い出すんだな。本当に大事なものなら忘れることはない。それは思い出せないだけだ。思い出したら開くかもしれないしな。こいつは力で開けようとしないんだね。あ、薬の部屋ってここじゃねえか。なんか落ちてるわ。強い匂いを発している液体が地面に倒れている。ラベルが少し溶けている。気をつけて、元溶ける薬を手に入れた。これ使ったら即死とかなんとかな。おっと、謎の絵、これも見とかないといけないね。怖い。誰が描いたんだよこれ一体。もう、そしたら次はどこだっけ、鍵開いてるとこ。ウエスト側って言ってたっけ。 W2 とかって言ってたよね。あ、ここじゃねえか。ここだ、この2つの扉だ。そしたらそうだね、1回この辺で終了にして、扉に入るのは次回にしよっか。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではさよなら。